気持ちをちょっと落ち着かせて、心ざわついた状態で書いても美しい文字は書けない、はいはい、そうですね。これ本当に同じペンで書いたんですよね。あ、はい。この文字出す気持ちにもなってみてください。自分らしく素敵に輝いている人、通称キラキラさんから素敵女子になる秘訣学んじゃいます。教えてキラキラさん。美文字で心を整える。私は自信を持って美文字ではない自信があるので、今日は美しい文字が書けるようにお勉強したいと思います。ということで先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のキラキラさんは書道教室を主催するなど福岡県を中心に活動する女流書家、後藤あゆみさん。白い紙に浮かび上がる漆黒の言葉、黒一色で強烈なメッセージを放つ表現者です。年末年始、何かと慌ただしい日々を過ごしている皆さん、字を書いてちょっと落ち着いてみませんか。今回は心を整える美文字術を学んじゃいます。まずは、文字を書く前に気持ちをちょっと落ち着かせて書いていくといいです。私の場合は、はい、まず姿勢をちょっと整えて、書く紙全体を見て、ここにどういう風に書こうかなっていうのを自分の中でイメージをして、一呼吸置いてから書きます。やっぱ適当に心ざわついた状態で書いても美しい文字は書けない、はいはい、そうですね。雑念が入ってしまうので。雑念ばっかりですからね私。今どう取られてるかなとかめっちゃ考えてますから。整いました。書くと、はい、なんかめっちゃ下手になりません？うまいわけじゃないんですけど、私こんなに下手じゃないです。だから今日お願いします。はい、わかりました。まずこういったハガキ、何もない白い紙に書くときは、その先ほど言ったようにこう全体のバランスが大事になってくるので、特に年賀状とかの場合はメインになる字を一つ決めます。私が、はい、書いてみたんですけども、少し筆ペンのメインになる字は大きめに、であんまり端に寄せすぎないように、この周りの余白っていうのも意識するといいですね。これ本当に同じペンで書いたんですよね？あ、はい、同じペンで書いてます。嘘だ。先生こんな美しいからいいんですよ、はい、堂々としてて。この文字出す気持ちにもなってみてください。字を書くときに止めるのか払うのか跳ねるのかっていうのをまず意識していくといいです。横の線、はい、縦の線で、左払い右払い、あとは点ですね。この時に大事なのが、しっかり止めるところで逆にこう払うところ、あと点は結構皆さん見落としがちなんですけども、すごく点ってたくさん出てくるので、丁寧に書くように意識するといいです。うわ、なかなか意識しなくなった、大人になったら。そうですよね、字を書く時ってどうしても皆さんこの文字の形ばっかりこう意識してしまいがちなんですけども、線の集合体なので線が綺麗に書けてると字も綺麗に見えてきます。漢字よりもひらがなを少し小さくすることを意識すれば、美文字度はさらにアップしますよ。先生に教わったことを繰り返しながら、私も時間を忘れて練習。そしてじゃん、こうなりました。ちょっと個人的にはもうちょっとこの上に書いていたらよかったなと、比べてみたらほら、誰が書いたのっていう、びっくり、全然違いますよね。私のポテンシャルもすごいですよね。すごい、本当すごいですよ。でもやっぱり美文字は心を整える、はい、それをすごく体感しました。止め、跳ね、払い、バランス、全集中文字にして、しかも文字書くのがすごく気持ちよかったです。ぜひね、はい、綺麗な文字であふれる日本になったらいいですね。そうですね、ね。まずは書く前に心を落ち着かせる。止め、跳ね、払いをしっかり意識し、線を丁寧にを心がけるなど、ポイントを押さえて美文字を目指しましょう。